皆さんこんにちは。こんにちは。最近トップバリューの黄色いやつがあまり出てきてないから、今回はこれを紹介するのだ。しじみのお味噌汁ね。左が既得馬で右が比較として買ってきた同じタイプの商品。入り数はどちらも8色で値段はこんな感じなのだ。比較の方も100円を切ってるわね。実はね、作ってるのはどちらも同じ光味噌さんなのだ。たまにこういうパターンあるわよね。兄弟対決だね。原材料と栄養成分はこんな感じなのだ。特馬は合わせ味噌だけど、光さんは米味噌だけなのね。原材料はほぼ同じだけど、光さんは砂糖やお酒が入ってるね。この辺りで味が変わってくるのかしら。中身はこんな感じなのだ。どちらも具が一緒になってるタイプね。光さんは透明の袋だね。しかも原材料まで書いてあるのね。じゃあ実際に作ってみよっか。袋から出してお湯を注ぐだけだから簡単ね。前に既得馬と朝毛の飲み比べをしたんだけど、特馬は出汁が効いてなかったんだよね。前のも光さんが作ってたわよね。そうなんだよね。だからちょっと心配なのだ。お湯はどちらも 160ml だよ。ちょっと色が違うかしら。そうだね、光さんの方が塩っぽいかな。かき混ぜるとそこまで色の差はなくなったわね。わかめの量は同じ？いや、気持ち光さんの方が多いかな。これは難しいわね。まずは特馬から飲んでみるね。いただきます。はい、どうぞ。驚きなのだ。ちゃんとしじみの旨味が出てるのだ。以前のとは違うのね。前のはお湯と味噌味だったから別物だね。合わせ味噌もしっかりしていて美味しいよ。この値段でまともな味噌汁が出てくるのはすごいのだ。次は光さんね。こっちはどうかな。出汁がしっかり効いてるね。トップバの方が塩気がちょっと強いかな。どっちも美味しいんだけど、普段食べてるのが合わせ味噌だからトップバの方がしっくりくるのだ。光さんは米味噌だけだったものね。じゃあ星評価を聞かせてもらえる？どちらも安くて美味しいから星5なのだ。純粋な味だけなら長谷園のが美味しいんだけど、一食10円ならいいと思うよ。一定の味があって安いところを評価したのね。ちょっと具が少ないけど、お味噌汁に入れる具が売ってるから、ちょちょいと入れればもっと良くなると思うよ。他にも種類があるからちょっとチャレンジしてみたいな。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。日本三大しじみは青森県の13個、茨城県の日沼、島根県の宍道湖のしじみなんだって。